飛んでみたい、これ。うわ疲れた、スーパーテイク、ヒロちゃんのスーパープレイ。前半戦はエースヒロちゃんが見せた、エースヒロちゃんのスーパーロングチェイス、はあ、ここまでやって負けるのが野良だからね。マークだったら一回やられてるから状態が悪すぎる。でもただどうでもガンガン回す。アイプレイでいいんだ。あ、オッケー。ここは俺が体勢立て直す。こういうことができるチームは早い。要、チームの要、エース。デドバのエース、誰が見てもわかる。早い。判断能力の高さ。状況判断能力。すごさ。ハマってるわ。あ、俺が。チームもあるから早く行きたい。あ、このスタート。いい。
スーパープレイ神業世界最高峰のプレイ前半戦のチェイス、この勝負どころ7代目、これができるのはスーパースター。こういう解説だったらタップ刑事の凄みだよ。自分を犠牲にしても7代目を取った。そしたら勝てる。まだ全員が生きてる。だから勝てる。プルシャンの凄さ、圧倒の凄さ。ゲットハンパーがダメだ。俺が行く。状況判断能力、全員が負傷してるメンバーチェック。おそらく発電機回してるんじゃないかっていう推測。何してんだよこいつよ、マジで呆れるわ、はあ、マジで呆れるわ。なんでチームプレイしないんだよ。自分だけ逃げようとすんだよ。見たでしょ、ワールドクラスってこういうプレイなんだよ。あのロングチェイスで4代目を回させ、あの7代目なんだよ。三流はそこ回さないんだよ。いいんだよあれ。でも7代目が回ったからきっちり勝てるんだよ。タイムはいいんだよ。やるべきことをやるんだよ、チームとして。あそこを中途半端にしてキラーのマークが分散化されたら残り2台では厳しい可能性がある。油断してはいけない。これが自己犠牲、ヒロちゃんの凄さ。女性が惚れるプレイヤー、こんなやつに惚れねえだろ。自分のことしか考えないやつ。全部のプレイがチームプレイだから、ヒロちゃんのプレイっていうのは解説してる通なほどうなるプレイやってる。基本に忠実でありながら、チェイする時間も稼ぐので4代目回させ、ほぼ試合をのまあいい状況を作る。でちゃんと基本通りのプレイだろ。だから俺もギリギリまで回したから、もう脱出率が跳ね上がるでしょ。元開いたゲートと俺のゲートで脱出率がものすごい跳ね上がるから。うん、まあ、最後の最後はいい。2回目のあれを逃げるという選択肢はないのだ。うん、あれを回し切るか切らないかが全然変わる。三流と超一流、ワールドクラス、世界最高峰の動き。あれを離れたやつは世界最高峰じゃない。自分がうまい、うまくねえだろ。あれを離れないでチームのためにやったやつの方がうまいに決まってんだろ。うまいとは技術じゃない、心も含めた技術だ。チームのためにやれたかどうか、あのプレイに全て現れてる、うん、チームのためにやったんだから別にそれでいいじゃないって話だからね。これセルキアになるってこと、このアンロックされたやつは。要するに2回目だけ、2回やられたら使えるセルキア。ああ、チームのために回したっていう、やられてもチームのためのプレイがそこにあるっていう。うん、ついに来た。通電シリーズだね。通電シリーズだね。はい。